ビデオダイアリー October the 2nd 2021 by Hiroshi Hayashi MMS City Japan ビデオ日誌2021年10月2日林博史です。おはようございます。先ほど庭の枯れ木を半分ほど始末しました。その様子は今日この後にご覧いただきます。で、何かの花粉だと思うんですけどもね、このところ山に行きますと来た瞬間だけなんですけどもくしゃみが続きます。何の花粉か知りませんけども、まだ杉の花粉の季節じゃありませんしね。ですから、まあ何かの花粉が舞っているというふうに思います。で、そのせいなんでしょうけども声が枯れてしまいましたということでですね、あまりここでは長い話はできないと思います。先ほど庭を見ましたらね、その庭のねエントランスあたり砂利を敷いてあるんですけども、その砂利をですねこう蛇行して掘った跡があります。イノシシが来てるんですね。ほっとしました。まあこの辺りはもうとにかくイノシシはですね、もうここへ来るたびに見ない日はないというぐらいよく見かけたんですけども、2、3年前でしたかね、何かの病気、伝染病が流行りましてね、まあ、たくさんほとんどのイノシシが死んだわけです。で、イノシシを歓迎するわけじゃないんですけどもね、イノシシというのはそう穴を掘りながら、まあ、例えばね毒蛇、マムシなんかを食べてくれるんですね。それから山カガシも食べてくれるんですよね。で、イノシシがたくさんいるということはですね、まあ、要するに毒蛇がいないわけです。で、それから今日に至るまでもう 2,3 年になるんですけども、毒蛇は見てませんけどもね、まあ、しかしイノシシがいなくなるとその逆にね、その、まあ、毒蛇が増えるというようなことは聞いてますので心配してたんですけども、今日ね庭を見ましたらこの砂利をねこう掘り返して、まあ、こうして掘り返していくんですよね。そしてその、まあ、餌を探しているわけですけども、その痕跡がありましたのでね、まあ、イノシシも戻ってきたんだななんてね、おかしなこと考えて、まあ、ほっとしています。まあ、そういうところなんですね。では、この続きはですね、今日家に帰ってこの動画をですね編集してまた皆さんにお届けします。では一旦ここで失礼します。バイ。では書斎から話を続けます。で、今ご覧いただいているのはですね、午前7時少し前ですねの様子です。で、この前にですね一度、まあ一度と言いますか、朝風呂に入って、そしてその後パンツとシャツ1枚でランニングマシンの上で30分走りました。で、その後この作業にかかったわけですけども、その第1回目の今日のですよ、運動をしている時にこんなことを考えたんですね。で、まあ、いわゆるランニングマシンの上でトントン、まあ、駆け足っぽく、まあ、歩くわけですけども、トン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 と、まあ、運動していた時のことなんですけども、下を見ながらですね、自分の太ももを、大腿筋をですね見たわけです。そうしますとね、まあ、今日パンツ1枚だったもんですからね、それが見えたんですけども、運動をするごとにですね、あの筋肉がですね緩やかに波打つんですね。いわゆるその動きに合わせて、まあ、いわゆる肉の下で、まあ、いわゆる波打っているように見えるわけですよね。で、それをじっと見ながらですね、ふとこんなことを考えました。で、まあ、その前に一つ決めておかなければならないことがあるわけですけども、私という人間はですね、まあ、その足をですね上から見下ろして、まあその筋肉を見ながらですね、よく頑張ってるんだな、頑張れよってな感じで、まあそういうふうに思うわけです。で、その私というのは頭蓋骨の中にいるわけですよね。で、頭蓋骨の中にいて、そして頭蓋骨を通してですね外を見ているわけです。この私をですね、私 A としておきますね。で、その私 A がですね頭蓋骨の中にいるわけです。そして自分の体を見ているわけですよね。そうしますと、その体、例えば皆さんから見るとですね、林博史はどれだ誰だってことになりますと、まあ皆さん私の顔を、まあその思い浮かべながら、同時に私の姿、
すなわち肉体を見て、それをもって林浩司だと、まあ、そのように考えられると思いますね。ですからここで私の頭蓋骨および体をですね、私 B としておくわけです。つまり私という人間はですね、私 A と私 B の、つまりは連合体ということに、というよりも共同体といった方が正しいわけですけどもね、共同体の方がいいかな、であるということになるわけです。でその私がですね、まあその A がですね、私 B を見ながらね、おい頑張れよっていうふうに思うわけですけども、その時のことなんですけども、ふと気がついたって言いますか、それは前からそのように思っていたんですけども、改めて今朝ね、それを運動しながら気がついたっていうことはですね、結局は私 A はですね、常に私 B に対しての、まあ、責任があるわけですね。責任ということは、その私 B をですね、私 A が、まあ、要するに指導、管轄、いわゆる命令し動かしているということで、私 A というのはあくまでも私であり、そしてそれがですね、私 B に命令して運動をさせているわけですよね。でその時にふとこんなことを考えたんですよ。つまり私 A というのはですね、まあ、つまり会社に例えて言うならばですね、まあ、つまり社長ということになるわけですよね。そして私 B というのはですね、つまりまあ社員は社員ですけども、やる気のない社員ですよね。言われたことだけはきちんとする、しかしそれ以上はしない、組織とね、その情報だけで固まっている、まあ、社員であると。そして自分のことはやるんだけども、一歩外、まあ、離れてますかね、その自分の管轄以外のことは一切しないと。で同時に自分 の、まあ、その職場環境がですね、侵されたら猛烈に反発するというような、まあ、なんて言いますか、大変こう受動的で受け身な、ね、社員であると、まあ、そのように頭の中で想像したわけですよ。つまり簡単に言えばですね、私 B というのはですね、基本的には怠け者なんですね。もう仕事はしたくない、やりたくない、面倒なことは、ね、から面倒なことがあれば逃げたい、避けたいというような感じで、まあ、要するに怠け者だということですよね。その私 B を見ながらですね、私 A がですね、足、自分の足を見て、ある肉体を見てるわけですけども、頑張れよ、命令するから動けって言って、まあ、その動かしているわけですよね。でもちろん健康のためにはその運動というものは欠かせませんから、私 A はですね、結局は私 B に命令して運動しているわけですけども、どこでどう、どのような反応が、まあね、生理的な反応が起きているのか、それは分かりませんけれども、まあ、結果的に言いますか、結果というのはその時の様子をですね、私 A がですね見ているとですね、なんかこうね、運動を避けたい、面倒なことは嫌だ、疲れるから嫌だっていう形で、楽な方へ楽な方へと私 B を引っ張っていく、私 A をですね引っ張っていくようなところがあるんですね。つまり、まあ、その怠け者の社員がですね、社長そんなこと言ったって私たちはもうね、これ以上仕事はできないんですよ、安い給料で働いているんですから、そんなこと言わないでくださいよと言って、なんていうかね、抵抗してるんですよね。そういう自分ってものをそこに感じたわけです。つまり私 A と、ね、私 B の関係はそういう関係だということですね。そこで私 A はですね、私 B の方に向かって、何言ってんだ、お前が頑張らなきゃ私 A の方だって損害を被るんだぞってな感じでね、確かにそうなんですよね。で私 A とそこで私 B の関係を見るとですね、私 A はですね、結局は私 B がそこにいるから、今脳みその中にいるわけですよね。要するに私 A はですね、社長でありながらも結局は、まあ、その肉体から形姿という、その私 B に、まあ、要するに世話になっていると言いますか、私 B の中、その殻の中にいるということになるわけですよね。ですから私 A はですね、何としても私 B には健康になってもらわなきゃ困るわけですよね。またそのために私 A はですね、私 B に命令しているわけですよ。動け、歩け、走れっていう感じでね、そういうその自分というものを、まあ普通はそんなふうにね、私 A と私 B っていうのは分けて考えるということは、まあ普通はないんですけどもね。で私、まあちょっと話それますけども、じゃあ私 A というのは何だということになってくるわけですよね。まあもし私 A と私 B を切り離すとですね、じゃあ私 A というのは何かということになってくるわけですよ。つまり NO ということになってくるわけですけども、その私 A はですね、骸骨の中にいるんですね。これはね、確かに
まあ、そのように考えると、まあ、関連的かもしれませんけれども、そのように考えると分かりやすいということですね。そして私 A はですね、頭蓋骨7を通して外を見て、頭蓋骨7を通して外の音を聞き、そして頭蓋骨の下の方でね、顎でいろんなものを咀嚼噛んでですね、そして物を食べて栄養物を、まあ、私 B の方に送っているということになるわけです。そうしますとですね、私 A というのは何かって今度なってくるわけですけども、先ほど言いましたように皆さんはですね、私林浩司はどんな人間ですかって聞くとですね、まず私の顔や姿を多分ですよ、もう脳みそを、ね、思い浮かべる人いませんし、脳みそを見たところでね、いくらその裁断してね、電子顕微鏡で見たって、ね、何もただの脳みそですからね、それこそ1億人の人の脳みそと比べても何にも変わらないただの脳みそということになるわけですよね。がしかしその私、まあ皆さんが林浩司は何かと言った場合には、私 B の方を見るわけですよね、当然のことながらね。いわゆるその私 B を見て、ああ、あれが林浩司だってなるわけですけども、そこで私 A はですね、まあ、ふとこう思うわけですよ。それは私ありませんって、そんな風にまで考えるんですよね。私 A はここにいます、私 A は私です、私 A 私です、皆さんが見てるのは私の殻、入れ物、容器、まあ、英語的に言えばですね、つまりはシェルってことになるわけですよね。殻ですよ、要するに。それは私であって私ではありませんって言いたいんだけども、それは世間的には通用しないわけですよね。皆さんは私 B の方を見て、林浩司だ林浩司だというふうに考える。しかし肝心の私自身、私 A はですね、そんなものは私じゃないんだ、私は違うんだ、それはただの入れ物なんだというふうに考えるわけですよね。しかし私 A と私 B というのはまさに、まあ、運命共同体と言いますか、一心同体の、つまりはその、まあ、共同体ですよね。まあ、そういうことになってますから、私、例えばね、私 B の方がですね、その要するにその病気になってね、まあ、使い物にならなければですね、まあ、死ぬってことになるわけですけども、同時にその瞬間ですね、私 A の方もこの世から消えるということになるわけですよね。で私はこう思うんですよね。私 B の方に向かってね、私 A ですよ、まあ、これ話しているのは私 A の方ですからね、私の A の命令によって口が動き、声が出て、息を、ね、吐き出して音声を出しているわけですよね。そしてまあその喋っているわけですけども、まあ、その私 A の方はですね、まあ、こう思うわけですよ。私 B に対して私はそのまあ責任があると言いますかね、まあ、やっぱりこうやるべきことをやらせないとね、私 A の方が影響を受けてダメージを受けるから、やっぱり私 B に対してね、まあ、厳しいことを言うわけですよね。そんなことを言ってるんじゃない、その頑張ってくれなきゃ私だって困るんだ、サボってるんじゃない、仕事しろって感じでね、いわゆる社長さんということになってくるわけです。そして、まあ、その私 B の方は、まあ、怠け者でどうしようもない社長を選ばれた社員たちということになるわけですよね。そして言われたことがあるけれども、それ以上のことはしないということになってきますとね、まあ、例えば私 A がですね、一生懸命、まあ、命令して、もっと走れ、もっと力を入れて、あの足を踏み出せっていうふうにいろいろ命令するんですけども、私 B の方はですね、なんとかしてその避けようとか逃げようとかね、まあぐうたらな、まあそういうもんですよね。要するに、まあ、私 B っていうのは基本的に私はね、まあ、いわゆる怠け者でぐうたらで、その面倒のなことを嫌う、そういう、まあ、その私 B だということですね、基本的にはね。ほっといたら何もし、あの運動もしないし、仕事もしないしね、勉強もしないし、何もしないわけですよね。そういうのが私 B だということになるわけです。そうします、先ほど話した繰り返しになりますけれども、まあ、例えば皆さんが林浩司は何かって聞いたときに、まあ、私のね、私 B の方を見て、林浩司だ林浩司だというわけですよ。しかし肝心の私 A はですね、脳みその中にいてですね、そしてそれが私だとは思ってないんですよね。思ってないというか、それがまあ容器を私のものだって言えば私の容器ということになるわけですけども、しかしどうなんでしょうか。その私 A がですね、例えばその自分のいわゆる達成感と言いますかね、成功感、成功体験なんかがあったりしてそうなるわけですけども、要するに自分の、まあ、その名誉メンツね、世間っていろいろあると思いますけども、特に名誉ですよね。あるいはその、まあ、もっと言えばその名誉にまつわる、いわゆる、まあ、願望が実現していくということになってくるわけですけども、要するにそれを目指してですね、私 A がですね、私 B をですね、飾るんですよね。その一つがやっぱり、まあまあね、その化粧であったり衣服であったり、まあ、いろんなことで飾るわけですよね。そして私 B
という人間をですね、まあ、その際立たせるために例えばそのまあいろんなことをするわけですけども、どうもその辺にこうなってますかね、私 A という存在と私 B という存在を切り離して考えていくとですね、どうもその辺に違和感を、ますかその辺ってことはそういうことをする、まあ、つまり名誉だとかね、地位だとか肩上げだとかそういったものにこだわって、まあ、要するにまあその私 A が私 B をして、その結果としてできてくる私 B に対して私 A がですよ、違和感を覚えるということですよね。それは私じゃないんだけどななんてね、まあそれはその通りなんですでしょうね。骸骨の中に私 A をですね、私がいくら努力したところでその私 A は私 A を飾ることができないんですよね。例えば脳みそをね、金ピカピカの色を塗ってみたり、あるいは化粧をしてみたりっていうことをしたところで意味がないわけですよね。でこの考え方はですね、ある意味で、まあ、私はですよ、私はその思うところ、私というものを考えるときにおいてね、割とそこの鋭いところをついているのではないのかななんてね、自画自賛的に考えていますけども、じゃあ私 A とは何か、私 B とは何かっていうふうに考えていくわけですね。一般ではそのことは考えませんよね。林博っていうのは全部ひっくるめて林博ってことになるわけですけども、じゃあ私 A と私 B を考えたときにはどうなるかと言いますと、私 A はまあ最初に言いましたことを繰り返しますけども、私 B に対して責任があるわけです。この私 A の方がね、崩れてしまって、もういいよいいよ、運動なんかしなくていいよ、サボれ遊べね、何でもいいから食べたいだけ食べろっていうふうにしてね、言ってしまえばですね、これはちょっとまずいんですよね。というのはその私 B の方が体が弱って使い物にならなくなって、やがてね、まあ、死を迎えるということになるわけですね。個体的に死を迎えるということになるわけですね。同時にその瞬間に私 A も消えますから、それは困るということになってくるわけです。でここからまあ結論っぽくなってきますけれども、じゃあ私とは何かということを考えていくとですね、今こうして話している私ということになるわけですけれども、じゃあ私 B は何かということになりますとね、それは外観、外見、いわゆる箱からシェルということになるわけですよね。貝殻ということになるわけですよね。いわゆる、まあ、まあ、そういうこと、抜け殻というのを、あの抜け殻という単語を英語で調べると皆さんも調べられていいと思いますけども、シェルというんですね。貝というんですよね。ですから、まあ、貝というのは、まあ、外国の英語国の人たちにとっては、まあ、つまり貝殻の貝ですけどもね、貝というのは要するに抜け殻ということになるのかななんてね、まあ、昔思ったことがありますけども、まあ、要するにシェルということなんですよね。となると私たちはそのシェルの方、私 B の方の自分というものをね、私だと思い込んで、その私 B の方に、つまりはその皆さんもそうでしょうけども、いわゆる生き様をね、そこへ結びつけてしまっているのではないのかなというふうに考えるわけです。まあ、例えばね、女性、まあ、男性もしますけれども、化粧をしたりね、あるいはいい服を着たりね、あるいはその何かね、いい素晴らしいことをして栄養をもらって、栄養を与えられてですね、そしてその勲章のようなもの、あるいはメダルのようなものを首にかけたりね、胸に置いたりするのはですね、つまりは私であって私でない私 B の方のいわゆる飾りということになるわけですよね。でそれを見てその私 A の方がですね、それを見て、まあ、自己満足的に、まあまあまあ、その満足するわけですけども、その部分でね、もう少し私 A の方が自分を客観的に見ればですね、そんなことしたところで、まあ、何もその私 A は何も変わらないんだけどなというふうに思うわけですよね。まあ、それは例えて、まあ、言うならば、そういうことなら、まあ、名誉とか、ね、地位とかというのはそういうものであって、何も私 A には影響がないわけです。まあ、そういうことがあったところで脳みそはその前の脳みそと同じであるし、まあ、どうということはないわけですよね。でそういうふうに考えていくとですね、じゃあ私 A という人間は誰でどこでいて何をしているかということになってきますと、今こうして今喋っているのが私 A ということになるわけですけども、まあ、いくらねこういうことを話しても、まあ、私の場合はまあ何も意味がないか、私自身のその私 B にとっても何もないんですよね。はい、何もないんですよ。これは何もないものは何もないんであってね、要するにいつの間にかね、私 A というものがですね、私 B の方、つまり自分であって自分でないものにを、まあ、その飾りながら、その何て言いますかね、私 B の方の満足を達成するために、結局は私 A の方がですね、まあ、つまりは
まあ、全体を見て林浩だというような感じで逆に操られているんじゃないのかなというふうにも考えていくわけですよね。となると、やっぱり大切なのは私 A の方ですから、外観なんてものはこれはまあ箱物ですよね、要するにね。ですからたまたまね、こういう顔をしていてこういう姿をしているけれども、これは私であって私でないものだということになってくるわけです。で、じゃあ大切なのは私であって私である、私 A の方ということになるわけです。つまりここでね、じゃあ私 A というものがですね、どんな人間かということを探っていくとですね、常にまあその自分、私 A はですね、私 B に包まれている感じがしますね。それは例えて言うならば、玉ねぎの皮のようなもんでしてね、その私 A はどこにいるんだ、なんだ、どこ、ど、つ、つ、つ、どれが私 A なんだって探していくと、玉ねぎの殻をどん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 めくっていって、最後が細い細い芯になっていくわけですけども、その細い芯でもあればですね、私 A は救われるんですけども、その芯すらもひょっとしたら曖昧あやふやな自分がそこに残っていることを知るわけです。まあ、つまりですね、私 A という、その私 A の追求こそがですね、実は私自身の追求ということになるわけです。まあ、要するに私 A と、まあ、簡単に言えばですよ、私 A と私 B を分けて考えるというそのものの考え方はですね、つまりは私が私であるための、私であることを自覚する、認識するための第一歩ではないかというふうに思うわけです。だからといってね、私 A は私 B をですね、粗末にはできないんですよね。やっぱりよ、やるも私 B 君よ、もっとしっかり健康を守ってくださいよ。そのために私もいろいろと命令するけれども、その命令に応じて、ね、運動してくださいよって感じでね、まあ、要するに私 A が私 B をまあ管理し、まあ、その健康の責任を持っているということになってくるわけです。で、またそう考えるとですね、例えば運動も、まあ、例えばね、するときもですね、私 A は私 A なんだと。しかし私 B、怠け者の私 B は、まあ、ほっとけば怠け者になってしまいますから、社長としてそれではまあ務まらないと。ですから、私 A がですね、私 B の方に鞭を打つ、いわゆる命令するって形で、まあ、運動させるというようなことになってくるわけですよね。で、私 B がね、まあ、死ねば当然私 A の方もそれによって影響を受けてこの世から消えるということですね。まあ、そういうふうに考えて、私 A とですね、私 B というふうにまあ考えてみるのもですね、まあその一興とは言いませんけども、時には必要じゃないのかなというふうに考えますね。ですから、まあその私 B の方がですね、不平不満を言ってですね、疲れたから嫌だよ、眠いから嫌だよ、休みたいよなんて言ってもですね、私 A の方がですね、何言ってるんだ、しっかり仕事しろ、運動しろ、お前の仕事はお前で自分でやらなきゃダメじゃないかと言って命令して動かしていくというように、まあ私 A から切り離した私 B というものをそこに感じながら、まあ今朝ね、その運動をしたというわけです。で、結論ということになりますが、簡単に言えばですね、私 B は本当に私なのかということなんですね。もちろん私 A はこれは本当の私ということになるわけですけれども、私 B の方はですね、本当に本当の私なのかということになるわけです。が、答えはどうやら NO のようですね。つまり、いくら私 B の方をですね、飾ってもそれは私ではないということですね。ところがですね、一般世間では私 B の方をですね、まあその飾ることによって、つまりはそれが私 A、あるいは私自身であるというふうに、まあ、そのように思い込んでいる人がほとんどであるし、またその私 B の方を見てですね、結局はそれでもって本当の私、つまり私 A の方をですね、まあ評価してしまう、あるいは逆に評価しないということになってしまうのではないかということですね。つまり私 A と私 B をですね、一度切り離すことによってですね、本当の私というものをですね、取り戻すことができる、イコール、まあ、要するに私 B の方をですね、まあそのまあ、つまらないとはこれ言いません。あくまでも私 B は私 A の命令によって動いているだけですからね。
ですから動く部分についてはそうですけども、例えば簡単に言えば私の足が短いとか顔が変だとか私の顔がですねどこかコミックっぽいとか、まあ、そういうことはですね私自身の評価 A、 私自身 A の評価とは関係ないということですね。ところが得てして、まあ、私、まあ、皆さんから見ればですね皆さんから見れば林博士というのはですね私 B の方だけを見てそれが私 B、 あ、まあ、私だというふうに思うかもしれませんけども、それは私であって私ではないということになります。まあ、つまり大切なことはですね私 A の方をですね、まあその私 A がですね、まあ、つまり、まあ、伸ばすというのもおかしいですけども、要するにそれが本当の私であるということで、つまり自己追求をしていくということこそがですね大切ではないかということですよね。つまり、まあ、その結果としてね名誉が身につく、あるいはその地位財、いわゆるお金が手に入るとかというのはあくまでも私 B の方の、つまりは、まあ、私 A から見ればですね私であって私でないものに、まあ、そのにその評価の基準を移していくということになるわけですよね。ですから、まあ、私皆さんもですね私 A と私 B を一度切り離してみてですね、じゃあ本当の私 A は何なのかということを追求する、その結果としてつまりは私自身が、まあ、何であるかということを知ることにもなっていくのではないでしょうかということです。そして、まあ、ひょっとしたらですねまあ、世の中には私 B の方に振り回されてしまってですねそちらの方の自分が本当の私であるというふうに思い込んでしまっている、まあ、世間的にはそうなんですけども自分自身もそのように思い込んでしまって、つまりは私 B という肉体つまり物体の方にですね、まあ、重点を置くといいますか価値を置いてものを考えがちになってしまうのではないかということです。まあ、ちょっとね分かりにくい話をしましたけども私 A と私 B というのは、まあ、つまりは一度切り離して考えて、あくまでも私 B というのは私 A を包んでいる殻、殻に過ぎないということですね。その殻の見栄えを良くしてもですね、あるいは飾ってもそれ自体は意味がないということですね。それは私 A ではないということです。まあ、例えばね自分の例えばまあ、その見栄えを良くするためにね、また例えば、まあ、それが無駄だと言いませんけども鼻を高くしてね、そしてお目目パッチリにしてそれが私だというふうに思うというのはですね、まあ、ある意味で愚かなことではないのかなという、まあ、判断へとつながっていくということです。大切なのはやはり私自身の中の、つまり私 A であるということになります。もっとはっきり言えば頭蓋骨の中にいる、まあ、あなた私こそがですね本当の私ということになるということです。まあ、しつこいですけどもね、なかなかこの話分かっていただけそうにもありませんでしたから繰り返して話しますと、私はそのように考えています。つまり大切なのは私 A であるということですね。はい、まあそれをですね、まあ得てして、まあ、私たちは日常生活の中で忘れてしまってですね、つまりはそれが私だと、私ではないって言いますかね、それはもう私は私なんですけども、私 B の方ですね、まあ、私だと思い込んでしまうということではないでしょうかということです。ということで今日のビデオでありこれで終わります。バイ。